気になる車を詳細検証するオーナーズアイ。今回は2020年3月に登場した日産ルークスオーテックです。ルークスオーテックは軽ハイトワゴンのルークスをベースにプレミアムスポーティーをコンセプトとするオーテックジャパンがリリースするカスタムカーでセレナ、ノート、エクストレイル、リーフに続く オーテックブランドの第5弾になります。オーテックブランド社共通のドットパターンのフロントグリルを採用し、シルバーカラーのエクステリアパーツや専用アルミホイール、専用インテリアで上質にカスタマイズされています。検証するグレードはオーテックの肉モデル、659cc 直列3気筒 DOHC ガソリンエンジン、 プラスモーターに CVT トランスミッションを組み合わせています。車両本体価格は174万7900円。ボディカラーは専用色のアトランティックブルーとブラックのツートーンカラー。それではルークスオーテックを見てみましょう。 インンテリジェントキキーーには内蔵キーがあります。ブラウンとアイボリーでコーディネートされたインテリアは明るく上質で癒しの空間になっています。 足元を広く使えるインパネシフトを採用しています。ガラス面積が大きく、後方視界は良好です。 シンプルな二眼メーターの中央にマルチインフォメーションディスプレイを配置しています見晴らしが良く前方視界は良好ですそれではシフトレバー周りから見てみましょうギアをリバースに入れるとリアカメラなどからの映像がモニターに映し出されます 急な上り坂を走行するときはボタンを押しながらレバーを手前に引いて L レンジに入れますパーキングブレーキは足踏み式ですフロントドアの先端付近にツイータースピーカーがあります 腕が当たる部分にソフト素材を使用しています。ドアミラー調整スイッチです。左右どちらかを選択して、ボタンを上下左右に動かすと、ミラー角度を調整できます。ドアミラー格納スイッチです。 パワーウィンドウのロッックスイッチですパワーウウィンドウは運転席のみ自動全開閉ができますドアのロックとアンロックスピーカーとボトルホルダー付きのドアポケットです エンジンジフードの解除レバーです。 給油口の解除レバーです。給油口はボディの左側にあります。レギュラー仕様で、タンク容量は27リッターです。インストの一部にブルーステッチの入ったソフト素材を使用しています。 運転席のカップホルダーです。ヘッドランプレベライザースイッチでヘッドランプの光軸を上下に調整できます。車線逸脱警報と車線逸脱防止システムのオフスイッチです。日産インテリジェントモビリティは フロントガラス上部に装着したマルチセンシングフロントカメラとフロントバンパーに装着したレーダーセンサー前後バンパーに装着したソナーセンサー前後左右に装着した4つのカメラで歩行者や障害物などを認識します右側のオートスライドドア 左側のオートスライドドアアイドリングストップのオフスイッチですハンズフリーオートスライドドアのメインスイッチですドアを開けるにはインテリジェントキーを携帯し前席ドアとスライドドア境目の真下付近に足を入れ すぐに引きます。同様にドアを閉められます。ステアリングコラムの下にポケットがあります。ETC の車載機を装着しています。 ステアリングにあるスイッチを見てみましょう。通話。メーター内マルチインフォメーションディスプレイの表示切り替え。走行支援や燃費情報などを表示し、各種設定ができます。 一つ前に戻るオーディオのボリューム調整選曲右側のレバーが方向指示とライトスイッチです。 軽く操作すると3回点滅します。ライトスイッチにオフはありません。上に操作すると手動でヘッドランプなどを点灯できます。オートやスモールの位置でレバーを前方に押すと、ハイビームアシストが作動します。 左側のレバーがワイパースイッチです。リアワイパーも装着しています。シルトステアリング調整レバーです。レバーを下ろすと、ステアリングを上下に動かせます。メーター内のつまみを回すと、 メーターの明るさ調整押すとトリップメーターの切り替え長押しでリセットオプションのナビディスクの挿入と取り出し オオーディオ画,面画面を押して選曲ダイヤルを回しても選曲できますソース切り替え AUX 端子があります メニュー画面現在地ボリューム調整オーディオの電源オプションボタンで車両の周りを確認できます。 ハザードスイッチです。幅広のトレイがあります。空調の ON。温度調節。風量調節。 引き出し口の切り替えフロントでフロスターリアでフォッカーエアコン内外機の切り替え空調のオート 空調のオフ引き出し式のトレイとカップホルダーがありますアクセサリーソケットとボックス収納があります 運転席には大きめのアームレストがあります。助手席の背もたれの角度を調整できます。サンバイザーにはチケットホルダーと鏡があります。 カメラボタンを押すと、車両周辺を確認できます。 緊急時に専門オペレーターと通話できる SOS コールを装備しています。 天井が高く、頭上スペースはたっぷりあります。後席に風を送るリアシーディングファンを装着しています。多人数での乗車が多い方におすすめの装備です。後席スライドを一番後ろにすれば、足を伸ばせるほど快適です。 助手席のシートバックに大きさの異なるポケットが2個あります。コンビニフック付きのパーソナルテーブルには、カップホルダーが2個あります。さらにその下側に USB ソケットと、 ポケットがあります運転席のシートバッグにもコンビニフック付きのパーソナルテーブルがありますリクライニング可能です。 ボトルホルダー付きの小物入れとスピーカーがありますスライドドアにロールサンシェードが付いています 窓を6割程度開けられます。 後席スライドを一番前にしても、足元スペースには多少の余裕があります。ラゲッジ側からも後席を前後スライドできます。 ラゲッジルームの下に、ラゲッジアンダーボックスがあります。車載工具、タイヤ応急修理キットを搭載しています。 アイソフィックスのチャイルドシートを装着可能です。 ブルーステッチが質感を高めています。助手席のカップホルダーです。ボックスティッシュも入る引き出し式の収納があります。グローブボックスです。 コンビニフックがあります助手席側のサンバイザーにも鏡がありますフロントドアの先端付近にツイータースピーカーがあります スピーカーとボトルホルダー付きのドアポケットです。助手席の下に引き出し式のトレイがあります。後席側からも引き出せます。今回、 ルークスオーテックを見てきましたが、優しいプレミアムスポーティー系ワゴンといった印象を受けました。オーテックブランドらしい迫力あるエクステリアに対し、優しい色合いでまとめたインテリアとのギャップが楽しく、スポーティーイコールブラックの概念を覆す、女性にも支持されそうな一台でした。長時間お付き合いいただきありがとうございました。 今回はここまで。次回のオーナーズアイでお会いしましょう。